1時45分です。マジか。雨になっちゃって。最悪。こんな予報じゃなかったのに。どうしよう。よし、準備できました。行こう。とりあえず奪おう。今8時2分です。やりたくねえ。結構ね、まあ中にもちろん浸水はしなかったし、でこれゴアテックスじゃなくてヘリーテックっていうヘリーハンセンの独自のね素材のやつなんだけど、水はじきも良くて浸水もしなくて通気性もあって最高でしたね。でフードがこの前出したまんまやっちゃってたんだけど、フードしまえたんで、フードがあるとねフードの中に水入っちゃうから首元もここまでガードできるから結構強いかもしれない。でもあれか、ヘルメットかぶるからな。今日はねジェットヘルでやります。で携帯がこの前入れなくなったんで、携帯も今日はあれだね、ジップロック入れて完全防備でやりましょう。で下も、下はノースのゴアで、でノースのゴアのブーツ、はい、あゴアじゃないな、あれはブーツだけあれでいいか、ハイベントのブーツ、ウォータープルーフのね、それでやりましょう。大変だな、クエスト狙っちゃうと。おお、早速なりましたね。マックの14号幕張から浜田。ちょっと今日はね安全運転したいんで撮影少なめでやります。あ、降ってますね。大変。お疲れ様です。ウーバーイーツです。あ、大変だ。とりあえず2軒目以降も今鳴ってたんだけど、全部ね習志の方面、京成大久保のマックが5回ぐらい鳴って、あとは津田沼のスタバかなんかが1回鳴って、いつも鳴んないんだけどねそんなところ、まあ、よっぽど配達員がいないんだろうね。でこっち側が鳴んないから、もしかしたらワンチャンブラックアウトしてるかもしれない。俺が出た時は結構降ってたけど、今は結構小雨になってきて、で残り35で今1削ったから34、今日中に最低でも残りあと19はやりたい。いやーだな、また京成大久保マック。まあ無理せず行きましょう、のんびりと。また時間かけて積み上げていく感じで、残り19以上。明日もどうなるかわかんないから、明日は15以下にしときたい。天気予報がほんとコロコロ変わりすぎる。最悪ね、ほんとブラックアウトしちゃったらどうしようもないからね。すごい量降って、やれる時にやるしかないな。今ねこれジップロックの中に入ってるんで、こういう映像になっちゃいます。2軒目すき家幕張から若葉、3軒目スタバのイオンから若葉。
疲れ様です、ウーバーイーツです。4軒目マックのテクノガーデンから若葉ありがとうございました。お疲れ様です、ウーバーイーツです。5軒目かな、マックのテクノガーデンから打たせ。ありがとうございました。お疲れ様です、ウーバーイーツです。とりあえずクエスト45は取れた。あと30件。6件目マックの14号幕張から幕張5。知らないのがね、ほんと謝ってすぐ作れよ、ほんと一切謝んねえし、ずっと話し合ってるし、言ってほしいわ、マジで。7軒目、スタバの4から。ウーバーイーツです。8軒目リンガーハットから打たせ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。はい、持ってきづらい。長崎ちゃんぽんでけえし持ってきづらいんだよな。あー、めんどくさいな。部屋番号なし、マンションだから。もう雨の日はこういうのだるいね。雨の予報がどんどん長くなってきてる。2時ぐらいで止む予報が今4時まで雨になってたし、まあそれ以上長くなる可能性もあるしね。困ったもんだ。9軒目武田屋から幕張西。お疲れ様です、ウーバーイーツです。10軒目天屋から打たせ。これでなんとか5点。お疲れ様です、ウーバーイーツです。11軒目マントラから打たせ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。うわ、ここもだ。機械がなんか壊れててね、オーダーが来てないっつってた。今日なんか障害起きてんのかな。マックもさっきあったけど、まあ今から5分で作れるって言ってるんで、まあ待つしかない。すごい、ラッシュくれた。結構インド料理系はどこのお店もこういう感じに優しいよね。人間性が優しいんだろうね、インドの人たちは。美味しい。今度ここに食べに来よう。ああ、本当に5分でできた。よかったよかった。本当ね、接客がちゃんとしてる。さっきのマックは本当こそ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 一言ね
ちょっと故障みたいなんで、ちょっと待ってていただいていいですかぐらいで言ってくれればいいのにね。こそ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 、ほんとミスをなかったかのように、そういうのがねイラッとするよね。だっていちいち怒んないもん、ちゃんと言ってくれれば。12軒目マス酒から若葉、お疲れ様です。ウーバーイーツです。13軒目マックのテクノガーデンから若葉、お疲れ様です。ウーバーイーツです。今1時25分ですね。一旦鳴りやみました。まあ鳴りやんだというか、コストコしかならなくなりました。あと12件やりたいな。25件まで持っていけたら最高だね。そしたら明日10件もあるね。それぐらいにしときたいよ、ほんと。天気が不安定だから。今はね、ちょっと、降りやんできましたね。14件目、モスのイオンモールから打たせ。鳴りが渋くなってきた。お疲れ様です。ウーバーイーツです。15件目チキン南蛮本舗からケミガーノに、ありがとうございました。16件目マックのテクノガーデンから若葉、雨は止みましたね。あ、快適。このままもう今日降んないといいけど、まあ、ずっと不安定な感じは続きそうな雰囲気はあるけど。お疲れ様です。バイツです。はい、あ、やっと雨やんだ。気持ちいい。もうちょっと仕事頑張って飯食おう。腹減った。まだねオートファジータイム中なんですよ。16時間まだ経たない。あとちょっと。17軒目かな、スシローの海浜幕張から日比野。さらにでっけえ入れ物になった。もう2人前の入れ物に入れろよ。2人前でもスカスカなんだから、3人前でさらにでっかいのにしてまたスカスカなんだ。ちょっとこれスシローさんどうにかしてよ。スカスカすぎてダメだよ。ブレーキ踏んだだけで転がっちゃうよこんなんじゃ。困った女な。18軒目サーモンハンターから磯辺の6。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、19軒目スタバの4から若葉。あ、なんとかギリギリ鳴り止まないで続いてる。ありがてえ。飯はまだ後でいいか。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、3時43分ですね。飯食います。何食おう。
曲がったらもう一食食えたら、わーずっと30分以上コストコしかなんなかった。やっていけそうなのは来た。モスのイオンモールから若葉。なんだ、雨が止んだら一気に渋いのか。お疲れ様です、ウーバーイーツです。よし、クエスト60も取れました。残り15、まあできるだけ削っといて明日楽できるようにして、明日半休にしましょう。21件、めっちゃくんから打ったぜ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。22件目バーミヤン海浜幕張からマサゴの子。お疲れ様です、ウーバーイーツです。23件目、チンタンタンから幕張5。すぐできるといいな。ウーバーイーツです。またちょっと降り出してますね、ポツリポツリと。ずっと不安定なんだろうな、今日も明日も。そういえば先ほどウーバーイーツをやっている旦那さんがいる奥様からお声かけいただきました。旦那さんがね、ウーバーイーツの動画見てて、俺の動画たまに見てるっぽいんだけど、それを多分奥様も一緒に見たりしてんだろうね。そんなこともあるんだね。海浜幕張住んでる人とかはね、普通に住んでる街だから、たまたま見るみたいなことはあるかもしれないけどね。ああ、日々精進しなくちゃダメですね。悪いことできませんわ。24軒目、天野から幕張5。お疲れ様です、ウーバーイーツです。25件目マックの八日堂から幕張4。お疲れ様です、ウーバーイーツです。26件目かゆさんちんから打ったんで。緑の人たちやってんだ。危な。結構今料理に時間かかってたからね。案外バイクは見逃してくれてるっぽいけど、怖えな。もう夜はやめてくれよ。27件目、クリスピーチキン&トマトから幕張4。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい。28点目、勝也から打たせ。ちょっとね、今ある出来事が起きて、サポートに電話してました。ここ最近ね、ツイッターでよく見るやつが俺んとこにもね、来ましたね。まあちょっとこれについてはね、後で話します。頭くるね、本当。あ
ありがとうございました。お疲れ様です。ウーバーイーツです。頭きたからもうやめてね。戻ってきちゃった。ああ、ストレス。まあ何があったかっていうと、第三者が運んでるっていう通報がありましたみたいなね、メッセージが来たんですよ、ウーバーから。まあ俺ずっと動画撮ってるし、そんなことは 100% ありえないんだけど、でね、ちょっといろいろ調べてみたんだけど、最初ね、まあお客さんが通報したのか、お店が通報したのかとかいろいろ考えたんだけど、まあ、通報っていうよりも、あれはね、多分評価、配達が終わった後に出る評価で、その項目があって、それを押すと自動的に、配達員にそのメッセージの警告みたいなのが行くようになってる感じっぽいね。っていうのは、ずっと俺評価 100% で、で、今日とかも、まあ雨だったし、たまに評価を確認しながらやってたんだけど、何かあったら嫌だなと思って。まあで、配達してる感じだと、特に何もなく普通にスムーズにできてたんだけど、で、そのメッセージが来たのが8時9分ぐらいで、で、その後すぐ評価のとこ見たんだけど、やっぱり 99% になってて、で、お店か、お客さんか分かんなかったんだけど、お客さん側だったね。で、そのバッド評価の項目は何もこっちには分からずって感じのただのバッドだから、多分それがそうだろうね。それで本人以外が配達してたみたいな項目を押したやつがいるんだろうね、お客さんの中に。まあ今日ジェットヘル被ってたから、ワンチャン本当にそう思って押したってパターンもあるかもしれないけど、まあ、それにしてもだよね。それかもう単純にいたずらか。まあでもいたずらはね、いたずらだったら全部押しそうだけどね。全部押すと今度破損とかそういうのの項目のやつが書かれるはずだから、多分全部押したりとかじゃない、普通にその第三者がどの項目っていうのだけ押したっぽいんだよね。まあ、ちょっとね、これほんといたずらだと嫌だから、今日のね、配達先を全部スクショしといて、クラウド上に保存しときます。で、また同じことがあったら、そこと照らし合わせて、で、住所も特定して、で、これで本当にアカウントが停止になるようだったら、まあ、Uber 側とも、まあ、戦うっていう変だけど、言い合いになるとは思うんだけど、で、その特定した人にも本当弁護士さん頼んで、その間ね、もし働けなくなったらその分の請求をしようと思います。まあ実際は無理なんだろうけど、でもそれぐらいまでするつもりでちょっと気をつけていかないと、本当自分の身は自分で守るじゃないけど、一方的すぎるマジで本当で。ツイッターでこの案件何回も見てて、ちょっとそのいたずらが流行ってんのかなっていうのもあったから、まあ、すぐねサポートに電話して、でこんなのありえないいたずらだっていうことは言ったんだけど、まあ、サポートもそれは聞き入れないんだけど、まあでもこういう連絡が、まあ、本人がやってるっていうね、俺からの連絡があったこととか、ちゃんとやってんのにこういう風にされるのは迷惑だっていうのをちゃんと記録として残しとくっていうのは言ってたけど、ほんと一方的すぎちゃって困ったもんだね、マジでね。ほんとにマジうっとうしいわ。まあでも何かあったらそれぐらいのことをしようと思います。本当にこんなね、言われもない
な通報とかね、マジありえないから。すごいもうね、それでイライラしちゃって、まだもうちょっと働こうかなと思ったけど、もう最後家の近くまで行ったから、それを運んでやめにしました。せっかく今日ね頑張ってね、まあ昨日も今日も頑張ってやってたのに、ほんと嫌なことするねマジで。てかしょっちゅうさ、まあ、こっちだってさ写真要求されて写真撮ってるしさ、ちゃんと確認してんだからさ、いちいちそんなんでさ警告みたいなの送ってくんなよって感じだよね。今日だって一回途中で写真で確認したしね、まあ、そもそもがね全部動画で撮ってあるんでね、ほんといい加減にしてほしいな。他にもね、そういうのを受けて困ってる人とかいたらね、まあ、それぐらいの対策はしといた方がいいかもしれないですね。本当に大迷惑だわ、特にいたずらだったら。やっていいことでやっちゃいけないことがあるよ、本当。まあでもその項目がある以上ね、押す人はね押すよね。そういう人もいるとは思う。そんな項目作ってるウーバーも悪いけど、結局は本当に悪いことをしてる人たちがいたからそういう項目があるわけで、まあ外人さんたちね、外国人さんたち、まあ日本人も斡旋してそういうことやってたら本当にないし、そういう大人たちのせいでちゃんとやってる人間が迷惑こむのはたまったもんじゃないね。まあ皆さん、これ注意してどうにかなるもんじゃないけど、本当なんかあったらすぐとにかくサポートに連絡して、なんでこういうことになってんだっていうのは聞いた方がいいかもしれないですね。1万件近くさ真面目にやってきて、こんなこと言われる筋合いねえよって感じだけど、35分ぐらいですね。28件やったんで、明日7件。いやー頑張った。お疲れ様です。何時からやろっかな。油断してると夕方くらいまでになっちゃいそうだから、7件だと。だいたいいつも3時で一番なんない時で7件って感じ。11時ぐらいからやって。明日3時か4時ぐらいから雨予報になってるから、やっぱ朝からやっとこうかな。朝からやると1件あたりの単価が100円以上落ちるけどね、300円台とか400円台ばっかになっちゃうけど。
でも雨の中やりたくねえな。ストアで買ったんだけど、恐ろしいほどまずい。まず、食いたくないんだけど、食べ物を捨てるって行為がなかなか俺は抵抗があるから我慢して食べるんだけど、まずい。何これ、まず。4月30日まででしょ。まずすぎんだろこれ。冷めますか。今11時15分ですね。なんかあれだね、楽しいことないかね。まあ4月はね、働きまくろうと思ってたんで、いろんな自分の中でね楽しいことをやってないんですけど、多分それが結構ストレスにもなっちゃってると思うんだけど、まあそれでも頑張って働いて5月いっぱい遊ぼうと思います。まあいっぱいっつうかね、5月旅行行くんで、まあちょっと動画見ててね、あんまり面白くないかもしれないですけど、文句ばっか言ってる動画になっちゃうんでね、しばらくね、明るく楽しくなんか行きたいっすね、爽快に。それでお疲れ様でした。また明日。